年ですでにに年世界ではジェノグラフィック・プロジェクトという大々的な研究が行われていたこれを見ますとアフリカのこの地で誕生したその人たちがですねこの南を通って日本列島を通って実を言うと朝鮮半島を経由して大陸に行きこれが日本人のルーツの大元になっていると。えー、本日はです、ねえー、科学で検という話についてことについて話 ちょっとと話をさせていいいたただきたいと思いますでこの「人務統制はあったのか」ということについてですねいきなりここから切り込むということはなかなか難しい視点がありましてですねまずその前に日本人のルーツについてそこから話す必要があるわけですね。でなぜこの日本人のルーツから話す必要があるかということはですね例えば、えーまあ、私どもの世代ですね 非常に著名な司馬遼太郎という方がもいたわけですけども彼はあのそうですね「唐の国機構というその本の中でちょうどあの韓国の旅行をする時にねその旅行代理店の方からまあどういう目的で韓国にいらっしゃるんですかと聞かれたその時にですねまあ韓国への思いの丈というのが深すぎて一言では言いにくかったと。 私は日本人の祖先の国に行くのだということを言おうと思ったがうんうんとまあ簡単に言うと <laughs> 千葉はこういう方が非常に著名な人気作家となってであらゆる賞を総なめしてですね最後には文化勲章まで排除したと。 このような考え方方が日本人の主流ととななっったた考え方となっていたわけですそしてさらにですねまあこの科学的というふうに銘打った産経新聞の「生、え、命、ー、ビッグバン!」取材班の「日本人の起源」という本もまあ,あるわけですけどもいろいろ科学的なデータをごちゃごちゃ並べてはいるんですけど、まあ、その結論というものがですねまあこうなってるわけですよ。弥生時代には水田稲作や青銅器鉄器など。 さまざまな文化を持つ集団が大陸から波状的に捕らえてきたと考えられている。この考えられているという言葉がですね、古代史には頻発するわけです。根拠がないですね。ただ考えられていると、それを既成事実としてですね。次に彼らトライ系弥生人が列島内を拡散、先住民の縄文人の子孫たちと混血を繰り返して生まれたのが日本民族だとこういう結論になっているわけです。 しかし今日的知見からいきますとですねそして、えー、この「根結」という意味はですねじゃあ女性がですね大陸から退去して日本にやってきてそして縄文人男性と交わって根結をして日本民族が生まれたのかというとまあそのようなことは歴史においてはありえないですね。でそれででは家族で来たのかとというと 家族でできたらととは言わないですねと一般的に考えられるのは男性集団がやってきてですね、まあ、簡単に言うと縄文人男性をまあ殺すなり追いやるなりしてで残った縄文人の女性と交わってですねそして婚結を繰り返し今日の日本人が形成されたと、まあ、このように類推するのがまざ妥当な考えと思われるわけです。ね 皇室神武天皇のいわゆる神武統制の話があるのではないかというような類推をしている方も過去おりましたし、まあ、そのような形で日本人の皇室はまあ朝鮮半とかやってきたということを述べてきている大学教授もまあたくさんいたわけです。でこういうことはですね、まあ、科学的じゃ論理的にですね考えられているっていうことを調べたらどうなるかと。 まあ、そういうことなんですね。ちょうど、あの、私、あの、大学に行ったときに、えー。文化人類学を、まあ、二年ほどですね。まあ、川木次郎教授の下で。ちょっと学ばせてもらってきたんですけれども。まあ、彼の考え方はですね。ここにある、その古代史解明手法ということと、まあ、ほぼ同じなんですね。まあ、簡単に言うと、すべての事象をですね。まあ、科学的、論理的に。まあ、古代史に接すると、それから。さまざまな角度から。 相互無人のないような論理を生徒するってことですね。それから自己主張、私はああ思うこう思うっていうんじゃなくて、データをして語らしめるっていう手法ですね。それからあとはこのあの人は東大教授だから京大教授だからっていうんじゃなくて、聞いてる我々がですね納得できるような論理展開を行うと。この四つの手法を持ってですね、私は。 この古代史を解明してきたつもりであるわけですね。で例えばですね、えー、この古代史の実像を知るためにはもうもちろん「古事記」「日本書記」は必須ですしまた「四男の師匠」も必要「朝鮮の師匠」も必要原始物理学の知識考古学言語学地理学ですね生物学分子生物学分子人類学形態人類学あるいは時によっては神社の社殿や御由緒ですねこういう全てのデータからですね 矛盾のないような、ないな、あ、事象の中に、この真理が宿ると、まあ、そういうことでございます。で、例えばですね。うん、私もこのルーツをいろいろ探るために、現在、そうですね、かつては。形態人類学というものが、その資料をなした、なしていたんですけれども。今は分子人類学という手法がですね、その。まあ、主席の座を、占めた。 感がありますで例えばここにあの「日本人の源流」という本がここにあるわけですねこれは斎藤成氏という分子人類学者がまあ書いた本そのルートを見ますとです、ねえーまあ、ここのアフリカの地で誕生した、まあ、新人がですね、えーまあ、南から渡ってきてそしてここからシナ大陸に移ってですねあるいは北から人たちがシナ大陸の中央に来てそこから朝鮮半島を伝わってある一派は日本にやってきたと。 そして別な一派はですね、北からやってきたと。まあそうなってるわけですよ。で問題なのはですね、ここに沖縄があるわけですね。沖縄からは実に多くの旧石器人骨が出てるわけです。日本最大級ですね。ですから当然、その考古学的な考え方をすればですね、どう考えても沖縄を通って人々は日本にやってきたというこのルートは必須なわけなんですね。ところがそれが欠落してしまっていると。 まあ彼がその自分のグループでいろいろ考えたわけですけれどもその中にはおそらく考古学者や言語学者というものが含まれていなかったのではないかとなぜかというとですね仮にえ朝鮮半島を伝わってですねまあシナから人々がやってきたというのならば日本語とですねまあ現在の中国語ですね中国語言語的な系統関係があってしかるべきなのに中国語と日本語とは全く別系統の言語であると。 ということがこの説の疑わしさをまあまあ証明していると言ってよいと思います。そこでじゃあ別なけあの形態人類学者や分子人類学者は何を言っているかということで「審、ま、判、あ、日本人になった祖先たち」というこの本を開いてみますとここにですね、まあ、DNA と考古学的な証拠から描かれた新人の拡散とそ,その時期ということがありますね。でこれによりますと 確かに考古学者がも入っていたということで沖縄を通って人々が日本にやってきたということはまあ書いてある。それはまあ正しいですね。それから朝鮮半島からやってきたというふうにも書いてある。でしかし北から人は来なかったことになったわけですね。そうするとこの二つの人類学者の分子人類学者の見解はもうすでにここで異なっているわけですよ。じゃ本当の姿はどうなんだった。本当の姿はどうなんだと。 とということでで今度はですね同じこの篠田氏の本をさらにめくっていきますと今度はですね Y 戦士夫妻から調べるとこの人の流れはですね日本列島を通ってそのままアメリカの方に北アメリカの方に行ってしまうとそしてこの朝鮮半島を伝わった人のですね流れがないことになってるわけですねこれ。これらを統一的にどう理解したらいいのかと、まあ、そういうことが問題なわけですよ。そこでまあいろいろ私としてもですね その後調べてみると実を言うと既に2005年にですね世界ではジェノグラフィック・プロジェクトというまあ人間の拡散をなんていうんですかね調べる大々的な研究が行われていたってことなんですよ。でこれを見ますとこのアフリカのこの地で誕生したまあ大体これは共通認識なんですけれどもその人たちがですねこの南を通って。 南波にも渡ってです、ねえー、日本列島を通って実をいうと朝鮮半島を経由して大陸に行きまだあるいは日本列島を通って樺太、えーまあ、たりを通ってですね逆に大陸の方に移動しているとこれが日本人のルーツの大元になっていると話は真逆なわけですよ真逆。で一体これは信用できるのかということなんですね。 でまあ、この研究内容をそのまま読んでみますとですねこれはまあ最初の人間の拡散ルートを書いてあると。On of different types of male y これはあの男性のですね Y 選手夫妻をベースに書かれたものであると。で Adam r e p r e s e n t e the Common Ancestor from which all the chromosomes descended. これはあのアダムっていうのはですね 世界中の男性の大元の発生地のことを意味していると、まあ、そういう説明があるわけです。で研究の,そのデータが非常に素晴らしくてですねこれはあの世界中からですねその土着民先住民的な癒染色体を1万人1万人ものサンプルを使ってですね 一挙に書き上げたものであると、まあそういうことなわけです。データが非常にしっかりしているわけですね。しかもこのまあインターネット上の文献を見ますと、この研究の中には他に考古学者だとか言語学者だとか、あるいはこうまあ DNA 学者だとか現在の DNA 学者あらゆる分野の人が参加してですね、そして書き上げたものだということが書いてあるわけです。ですから私としてはですね。 そののデーーータをベースにして信用できる人のルーツとこれはまあファーストミグラトリーですからまあ次の世代は別の流れもあったわけですけれども最初の流れは日本列島を通ってですね人々は大陸へあるいは半島へと渡っていったとまあそのように信じている次第でございます。で先ほどいくつかの見解があったこの朝鮮半島朝鮮半島のじゃ歴史は一体どうなっているのかと。 これはさまざまなあ意見があって、えーまあ日本今まあ、朝鮮半島から伝わってきたとかですね、まあ、皇室は半島から来たんだとかそ,その諸説はあるわけですけどもじゃ韓国朝鮮人はどう考えていたのかということなんですよ。でこれがですね、えー、私もいくつかの本にあ引用しているものなんですけどもこれ韓国の国立博物館の「完末年表」なんです。これ1993年のもの。 しかし、ながらこの内容はですね、千期二千十三年の外説韓国考古学も追認しております。これによりますと、まあ縦がですね年代ですね、約紀元前三万年から一万年前、これ旧石器時代、それから次の世代、この五千年間にわたってですね、朝鮮半島から人がいなくなってしまうわけなんですよ。そして次にですね、これによるとマクシモンド文化始まるわけですけれども。 実際は縄文時代が始まる。わけですね縄文時代が始まるということは縄文時代の人,人たちがですね今度は日本から朝鮮半島に移り住んでいったということを韓国の学者が、まあ、あ,るある意味認めていると、まあ、そういうことですね。そして韓国人のですねあ祖先はですね紀元前2000年頃におそらくは北からやってきたであろうとそういう歴史的な解釈になっているわけです。 でその後聖土期時代あるいは鉄器時代と移りながらですね、まあ、三国時代三韓時代そしてやがて新羅が、えー、勢力を増してですね半島の統一に至るとまあそういうものが歴史半島の歴史になっているわけです。一方ですねここにチャイナってありますね、まあ、これは日本チナあの中国の歴史を語るときにですね全てを中国と言ってしまうと 話は分からなくなくってしまうんですねそこでその歴史を語るときにはですね中国っていう国は1912年侵害革命を境に誕生した国でそれ以前は中国っていう国はないんですよシナ大陸に。ですから私はあの歴史を述べるときにはですね1912年以降については中国あるいは中国人それ以前についてはですねシナシナ人といってですね歴史を語ることにしております。このシナ の歴史というのはですね。さまざまな民族がここで入り乱れて、そして、えー。現在に至っているというのが実情です。そして日本はですね。この旧石器時代から。縄文時代、そして弥生時代と連綿と続いて。歴史の断絶がないままにですね。今日まで続いているという非常に稀な歴史を持った。まあ、地域と国民であると。まあ、そういうことなんですね。で、先ほど、あの、この串もん時文化というものが。 縄文時代であるという話をしたんですけども一体それは何の根拠があって縄文時代だということなんですけどもまあこれ実を言うとあのえ私は国際縄文画協会のまあ末席を怪我してるんですけどもある日前の前の前の前理事長西街頭理事長という方がおられたんですけどもその方からまあ一通の手紙をいただきましてねそしてあのえっと どうしてね私はまあ,まあ彼は縄文おじさんなんて言われてた人なんですけども、まあ、朝鮮半島を巡り会ってですね縄文土器がいっぱい出てると朝鮮半島から。でその時点ではですねどうして朝鮮半島から縄文土器が出るんだろうなってことがまあ分からなかったっていうんですよ。まあ、大した問題の意識もないんでなんとなくねその。 思っていたところがですね私の,その書いた本をそれは日本人ルーツの謎を解くという本なんですけどもその本を読んでなぜ朝鮮半島に縄文土器ががん出ているのかかととうことが分かったって言うんです、ね、それは当然のことながら4,000年以上にわたってですねその縄文時代がその朝鮮半島にあって縄文文化のを、まあ、花開かせていたと、まあ、だからこそ、まあ、そこれは当たり前のことなんですね。 でこれはですね、えーまあ、西街島理事長がお亡くなりになる前に私のところに、まあ、あの現在の韓国の国立博物館の展示写真をいっぱい撮ってきたらしいんですけどもそれをバサッと送ってくれたもんですねそれのほんほんの一部の抜粋です。でまあ例えばですねこれがその韓国の展示してあるこれは爪型紋土器だと思うんですよね。ちょっと古いですねそれからこれこがあの た、まあの、まあ、形態を持っているとこれが縄文土器の破片があるとで彼らもですねこれが縄文土器であるということを堂々とここに、えーまあ、展示して認識しているわけです。であるいはここに黒曜石もあると。まあこれはあの南部の黒曜石っていうのはほとんど全てが佐賀県のです、ね、小田家の小石です要するに縄文時代の人たちがですねそこで文化をまあ育みそして消耗品である 国曜石をですね日本から朝鮮半島にまあ,まあ送っていたっていうんですかね交易をしていたとまあそのようなことがこのことから分かるわけですね。でそれではですね形質人人類類学学形態人類学は何を物語っているかとこれはあのまあ朝鮮半島からですね人骨が出ない出ないとまあ言われてたんですけども実を言うと出てましてこれはあの朝鮮半島の南部延大島で発掘された 紀元前年期の頭骨ですこれはあの鹿児島大学の尾形岡彦教授がですねその器用に書かれていたものですね。この頭骨を見ますとこれは現在の韓国朝鮮人の頭骨とは全く異なる形をしている。ではどういう頭骨かこれはまあ日本から出動する縄文人の頭骨と瓜二つ頭の形ですねそれからこの歯が漢脂状。 そのの他顔面の国家形状全く違っているとこれは縄文時代の人たちがですね日本から朝鮮半島に移り住んでいた、まあ、一つの証拠であるわけです。そしてですねやがてその縄文時代がさなに、えー、韓国朝鮮人の直接の直接の祖先がですねやってくるわけですよ。このこのとをですね この韓国の歴史という本が書き表しております、えー。まあ、それをちょっと抜粋しますとね。この本はあの金良期、あるいは韓、あるいは帝、あれ中山各先生方がですね。共同執筆し、韓国のまあ、いろんな博物館等も協力して出来上がった本なんですけれども、そこにですね。まあ、こう書いてあるわけですよ。旧石器時代人は現在の韓朝鮮民族の直接の祖先ではなく、直接の祖先は。 約4,000年,年前ってことはまあ紀元前 2, 年ってことですねですから今あの韓国朝鮮人の祖先っていうのはあの朝鮮半島に昔から住んでいたのではなくて紀元前2,000年頃におそらくは北方の方からですね少しずつ縄文人が住んでいた半島に対して侵入あるいは侵略をしてきた人々だったとまあそのように解釈できるわけです。 でその後のことについてはですね実を言うとその朝鮮の半島の歴史っていうのはシ濃の師匠はですね実は書き表しておりまして、まあ、三国志の漢、えー、例えば、えー、あるいは随所の唐意こういったものにあるんですけども例えばえ漢は大砲の南になり東西や海をもって限りとらしい南や和と正数と、まあ、こう書いてるんですね。 人的な交流が起きてまあ馬漢というですね和人と違う民族がここにまあ誕生したというふうにシナジンは見たわけですよしかしながらその南は和人の住むエリアが広がっていたとそのことをですねこの三国志漢の一文は述べているわけです落狼大砲の南にあるということですねそれからさらに時代が進みまして三漢時代というふうに映るんですね馬漢新漢弁漢とで、この時代にあっても 半島の南部には和人の国が広がっていたとそういうことが書いてあるわけですそしてですね各そのその国の王がどこから出てきたかということもこの随所の遠いというところに書いてありますコウクリの先祖はフヨから出ているフヨからコウクリに来たとでクダラ王の先祖はコウクリが出ているいずれ馬官がクダラになるわけですけれどもここの王はコウクリから来ていると そして白銀王の祖先はクダラ人でクダラを逃れてカイロ白銀に来て国王になったとその新歓のですね国王というのはもともとそのどちらかというとクダラ王に追われてですねそしてカイロここに新歓に逃げてきてここでまあ国王になったのだということが、まあ、シナンの師書に書いてあるわけですで日本の天皇についてはですねもちろん朝鮮半島が来たととかですね。 から来たとか一切触れてないといとうことは日本の皇室というものはですねもともと日本にいる日本民族の中から生まれたものだということが理解できるわけです。そしてですねこの韓国のあれ朝鮮民族の生死この三国志をちょっと読んでみますとですね、まあ、不思議なことが書かれているわけですよ。それ何かというとですね この国王はですね和国から海を渡ってやってきたとこれはあの初代国王の時代にですねそして、えー、脱海関脱海というものがですねこの田島の国から船で金韓国につきさらに流されて新韓にやってきたやがてこれが国王になるわけですけれどもこのようなことが書かれている。でこの時代の歴史あるいは史書を読むときにですね この倭国というものを日本全体というふうに読むとその死者のその難のの,の理解が非常に困難に困なってくるこの時代の倭国というのは北部九州を中心とするエリアの国々であってですね倭人というのはその北部九州から半島南部に広がる人々のことを指しているというふうに理解するとこの時代の死難の師匠が非常によく理解できるわけですで。もうこの頃ですね すでに大和朝廷はこの奈良の地にですね、国を開いていたと。したがって、外交関係のなかったこの大和朝廷が、この時代の司書の中に反映されるはずがないんですね。まあ、そのように、まあ、理解することはできると。とそして、先ほど、その朝鮮半島に渡ったというですね。この関奪回ですね。これは実は四代の王になるわけですけれども、まあ、初代の各墨虚勢ですね。 このところに国高というものがやってきてそしてすぐにそのまあ首相ですね首相兼外務大臣のような位置を占めるわけです。ということはこの2人は言葉が通じていたってことですね簡単に言うと。そして第2代第3代の墨樹里になるんですけどもこの墨樹里のまあ遺言としてですねこの高貴な王族の血をですね一切外に漏らすことのないようにというまあ 遺言をして亡くなるわけですよそしてこの遺言を守ったんですね守ったってことはどういうことかというとこの朝鮮王族朝鮮王族って言ったらいいかこの白城の王族の血縁っていうのはですねあの王子王女がですねその王室から外に行かないんですよ全部王室にとどまって王子王女あるいは王子王女の親戚関係で まあ、結婚を繰り返していくと、そういう婚姻関係になるわけですね。完璧な近親婚集団がここに出来上がるわけです。そして、このような習慣がですね。まあ、えー、儒教が広がる。まあ、朝鮮王朝の中頃ぐらいまでですね。ずっと続いたと。まあ、これが。まあ、朝鮮民族の特徴です。一方、日本の場合はですね。皇室というのは、内親王は外に出ますね。必ず外に出るわけです。 そして、えー、妻やキ,キ,キというのはですね有力豪族あるいは立派な家柄の人から迎えてですねでそこで常に血が新しく入れ替わっていると、まあ、そういう違いがあるわけですねでその近親婚の影響であるかどうかは、まあ、定かではないんですけどもいずれにしてもこの「僕」という家は断絶するとまあ結婚できなくなっちゃうそのうちね近親婚をクリクリク,リク,リクリしてるとそれからこの「関」という家も断絶して絶えてしまう。そして の残されたです、ね、金という家がですね家柄がかろうじてつながってそして新羅の王朝が滅びるまで新羅の王族を独占していったとまあそういうことですです。から朝鮮半島皇室が朝鮮半島から来たなんていうのは全く真逆でしてですねこの新羅の王族というものが実は日本から渡っていったということなんですよ。これはあの私が言っててるわけじゃなくてですね あの韓朝鮮民族の生死三国式一を読めば誰にでも簡単に分かる話でございます。それではですね我々日本人というのはね周辺諸国の人々とどんな関係になったのかということですね一体分子人類学から見たら同じではないのかというそういうことが問題になるわけですねでかつてですね。 まあ要するに分子人類学の手法がつたなかった頃はまあミトコンドリア DNA を持ってさまざまなことを流出していたわけですけれどもまあミトコンドリア DNA っていうのは女性から女性へと伝えられるまあ遺伝子の特徴を持っていると。ということはですね例えば朝鮮半島に縄文人が住んでいてですねやがて北方民族によって征服された時にはおそらく縄文人男性というものが追いやられるなり殺されるなりして。 そして残された女性と一緒に女性とまあ交わってですねそして次のる世代を作っていくとまあこれが異民族の戦争の特徴なんですけどもそうすると日本人とですね縄文、まあ、弥生時代の特に日本人とそれからえ朝鮮半島のですね個人骨の,の DNA は似てる似てくるわけですよ当然女性同じ女性のルーツを持ってるんで、え。ー だからまあ半年から来たんじゃないかという説もあったんですけどもまあ21世紀になってですねそれによって見ますとこの日本人の Y 染色体のハプロタイプのパターンとですね例えば韓国人あるいはまあ中国人ですね今の中国人のパターンは全く異なっている最も特徴的なところがですねこの D1B というこの遺伝子の型にあるわけです。 この方はですね D1B というのは韓国人は若干痕跡があるんですねこれは縄文人が昔住んでいた名残ではないかと私は思っているわけですけれどもその他モンゴルとかですねえ中国には全く見当たらないたった一人もいないわけですよ。でチベットにもまあいることはいるんですけどただこれ D1A というこのハプロタイプのサブタイプが異なるんですね。 近隣諸国にない特徴を持った別のヒストリーを持った民族だということが、まあ、このことから分かりますそれからさらに最近はですねゲノム解析もできるようになったでゲノム解析をやりますとですねこれはあの遺伝子マーカーを使った解析、まあ、細かいことはちょっと省きますけども二次元にわたる主成分分析でその位置を特定していきますとあの琉球人っていうのはですね沖縄の人たちはこの辺りを占めている。 そして本土日本日人はここにいるとそしてですねここにいるのは中国人まあこれはあの北京のあたり北部北部シナ人を祖先とする中国人ですねでこれはシンガポール南部シナ人ですね要するに今の中国人というものと現在の我々日本人というものは祖先をことにしているってことなんですよ。祖先が同じでしたらですねこの2つはもっと近づくべきはず。 それは全く離れているということは祖先をことにして長い間暮らしてきたと。そしてこの真ん中にいるのがこれが韓国人です。韓国人というのはですね、先ほど言いましたようにもともと縄文人が住んでいたところに北方からまあ中国人がまあやってシナ人がやってきてですね。そしてそこの混血によって誕生したものが現在の韓国人であると。まあその後も韓国はですねモンゴルに蹂躙されあるいはシナの属国になってですね本当に悲しい思いをしてきた。 そののもいいいに入っているととうことでで彼らの位置はですね日本人と縄文時代から住んででいいた日本人人ととと中国人の間にあるということですねそれから時々アイヌは、えー、日本人の先住民だなんて言いますけどもアイヌがここにあるということは日本人とは全く関係ない民族民族的にですねただ日本人であることには変わりがないわけですよね民族として国民としてただ民族的なルーツが異なっていると。 ということがはっきりしたわけです。で、このようにしてですね我々日本人というのはそして皇室の祖先というのはですね日本人の中から生まれ出たものだということが容易に想像できるまた論証されたと思っているわけです。で最後にですね以前あの西尾幹事先生が主催する会合に招かれて1時間半ばかり講演したことがあるんですけどもその時に西尾先生からも質問されてですね それでその後もいろんな方から聞かれてるんで、まあこの場を借りてちょっと説明しておきたいと思うんですけれども、あの日本人の中にユダヤ人がやってきたのかというその話なんですね。それで、えー、実を言うとですね、2014年にこれはまあウィキペディアから取ったデータですけれども、えー、ユダヤ人のまあイスラエル人ですね、Y chromosome haplogroup A10 ですから、それそれのユダヤ人の Y 色体のハプロタイプロを解析した結果が出てるわけですそれがこういうこれが JE ですね RR と要するにですねこういうハプロタイプから成り立っているってことなんですよユダヤ人はイスラエルの人たちは。ところが日本,日本人男性はですね CDON と一致するハプロタイプがたった一つもない。ということはですね 例えば2,000年前3,000年前というそういう時代にユダヤ人がやってきたなんという話はですね科学的根拠は一切ないということですねまあそれは全くのまああり手に今えばでたらめな話だと言ってよいと思います。まあいろいろなことをですね、まあ、時間も限られているためにいろいろ早口でしゃべってたんで分かりづらい点も多々あったと思うんですけれども。 まずこのようにしてですね日本人の祖先というのはもともと日本に住んでいた人々であり当然皇室もその中から生まれてきたものだということがこれでよく分かったと思います。そしてですねまあここにちょっと私が過去に書いた本3冊ほどを紹介しておきますのでまああのより詳しく知りたい方はですね多分図書館なんかに置いてあると思いますのでそちらに目を通していただければさらに理解が深まるのではないかと。 思っておりますではこれでですね第1回目のお話は終わりにさせていただきたいと思いますありがとうございましたなぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのかなぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでしたそのような内容を解説した書籍が 日本の没落を望む7人の反日主義者ですこちらの書籍は書店では購入できませんこちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めくださいいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします そして概要欄にはさらなるお得な情報があるのでそちらもぜひチェックしてみてくださいね。